はい、皆さんおはようございます。体操終わりましたか？朝から体を動かして気持ちよく今週もね、はい、嘘のような本当の話の時間がやってきましたね。はい、時刻は9時30分を回りました。嘘のような本当の話の時間です、この番組はギノワンヒルズ FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオから、30分間お届けしていきたいと思います。はい、この番組に対して、いつも嘘をって思う方も多いと思いますが、全くもってマジな話です、いろんなご意見あると思います、メールアドレス797@fmginowan.com、こちらの番組はもちろん YouTube、ライブ映像ネット配信してますということで、 FM ギノワンのホームページとかね、この後 YouTube でもすぐ上がってきますからね、嘘のようなギノワンとかそんな検索していただいたら出てきますということで、あとはスマホでも聞けますからね。はい、アプリリスラジ、マイチューナーレディオ、ダウンロードしていただいたらいつでもラジオを楽しめますということで、張り切ってお届けいたしますのは、はい、パーソナリティ土井秀人と、いつも、毎週毎週 WO イーストからお嬢さんです。せっせと通ってます。通ってますね。ということで、今日は私もね、いろいろこう LINE とかでもうやり取りをしていて、お会いするのが楽しみだった方をお迎えしています。今週はダウリオイスト、ドクタースイートボトルのって言いましょうかね、乗務をされております池田義弘さんをお迎えしています。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。池田さん、何から行きましょう。私自身がやっぱりこう知りかねている、ことだったりするしということで、この番組は和ですから、本当の和ということで、和になってどんなだったんだろう。池田さんは、そもそも、水素ボトルもそうなんですけど、北条さんとどんな出会いだったんですか？そうですね、あるこれ、25年ぐらい前からの知り合いなんですけど、共通なちょっと知人がいましてね、でその方の紹介でお会いしたのがきっかけですね。はい、なんと沖縄の人なんですけどね。そうですね、沖縄の人ですね。今どちらにいるかちょっとわからないですけど聞いてるか。お名前はともかくですけど、こうありがちなというか、こうメジャー感のあるお名字の。そう。そう。ね、木村って言うんですけどね。木村さん。木村って言うんですよ。珍しいですね。ラジオ聞いてたら電話ください。木村さんの行方を探してます。沖縄で木村さん、僕ももう11年いますけど、とりあえず1回も会ったことあるんです。あ、そうですか。やっぱね、こちらはね、比嘉さんとか、大城さんとか多い。もともと関東の人なんですかね。そうですよね、もともとは東京の人。東京の人、その方がね、いてこう東京からこう沖縄からなんとかで、とにかくその出会いがあって、そうですね、ドクター水素ボトルうんうんっていう前に、何でしたっけ、不動産 IT じゃないやつ、そうですね、私自身は、通信関係の仕事をやってたり、また、太陽光発電なんかも販売してたんですけど、当時福島県の方にもちょっと仕事で出てまして、その頃ですかね、ちょうど久しぶりにまた連絡が北条さんの方からあって、その時の商材が、水素がその時初めて出てきたわけなんですけども、すごいいい商品があるよっていうことで、水素だって、その時水素って言ってもよく分かんなくて、いいとこ水素水ぐらい聞いたことあるのは。で近いうち東京戻るので、その時じゃあ詳しく話聞きますよみたいな感じだったんですね。大体何年ぐらい前？それが6年か7年ぐらい前。そうですね、7年、7年ぐらい経つかな。最初声かけた時で言うと、もう8年ぐらいになりますね。8年ぐらいですかね。そう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 。なんかそれこそ、とりあえず何って感じですね。そう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 。常にね、いろいろ何かこうビジネス上の情報とかやり取りはそれまでもあったので、またその流れで新しい商材なんだろうなっていうレベルでしか考えてなかったんですよ。
その時はですね、うん、とりあえず電話ですしね。そうですね、水晶ボトルって言われて、うんうん、物も見てないし、うーんって感じですよね。そうそう、物も見てないしね、うん、何なんだろうみたいな感じでしたね、うん、はい。それでこう、まあ、東京に、そうですね、東京戻って、会いましたね、久しぶりね、うんうんうん、でまあ商品を目の前にして、うん、まあ、見ただけじゃ全くわからないんでね、うん、まあ、本当手で片手で持てるサイズですから、うん、あ、こんなちっちゃいんだと思って、でとにかく一旦使ってみないとね、自分でもあのどんなもんなのかってわからなかったもんですから、じゃあ一回ちょっとその日借りて使わせてもらったんですよ、家に持って帰って、うん、でその時ちょうどなんですけど、1年間ぐらいずっとあの50肩で肩が上がんなかったんですよ。経験ある人はね分かると思うんですけど、まあ、シャツ着るのが大変もう苦労して苦労して腕が上がんなくて、ね、なんでってそもそも思いますよね。そうそうそう、ありえませんよね、その肩が上がんないこと自体が、うん、そうそうそう、そうですよね、はい、だからまあ当時だからね、理由も分からず、ただ五十肩だって言って、まあ、年だからかななんて感じで、やってたのが1年間ずっと上がんなくて、でさっき言ったその水素ボトルを家に持ち帰って、じゃあと思って試してみるかと思って30分水素ガスを吸入したらですね、これがなんと治ってしまったんですね五十肩が、本当の話なんですよ。でそれで驚いて、あ、これ本当にすごい商品だわと実感しちゃったんですよね。あ、この商品はとんでもないなと思って、それから仕事として本格的に関わるようになったんですね。ちなみに、ね、お父さんもあれなんですよ。そうそう、父親もね、実はね、まあ、それで自分が肩がね、五十肩すぐ治っちゃったんで、で近くにいる父親がいるんですけど、父親もほらもう80代になるとね、年だからって言って肩が 両肩が上がんないんですよ。でそんな時に自分が五十肩が30分治っちゃったから、親のとこ行ってちょっと吸ってみてって言ってよく持ってったんですよ。持ち運び皆さん簡単です、これ。そうそうそう、ペットボトルどんなものさえ、そうなんですよ、ちっちゃいんでね、うん、で持ってってでね、使わしたんですよ、うん、で翌日ね電話がありましてね、これすごいなって、両腕が上がるよってなってぐるぐる肩回してるんですよ、見に行ったら。うそー、2回目ほんとほんと。でだんだん自分のね、身近からどんどんこう体感していくかじゃ、行くじゃないですか。でみんな結果出てるので、これはほんとすごいわと思って。もう先月ね、ありましたよね、自分あの知り合いの女性が来て、はい、あの介護関係やってる方で、もう体張っちゃって骨が上がらないって言ってから、で御社の説明をね聞きながらこれ吸ってて、で帰り振り回してましたからね。ねあれ、あの方も30分ぐらいでしたよね。そうです、なんかね、またあの来たいって言って明日か、うん、近く説明会来るんですけど、 あの妹さん連れてね、はいはい、やっぱり分かります、僕もね目の前で見ましたし、自分もそうでしたから。本当ですね。もう誰でもが体感できる。ね、なんかあのいやらしいこう痛みね、あ、うん、げる時のね。そうなんですよ。結局ね、あれがなくなっちゃう。後で調べてみたら、やっぱ五十肩四十肩も全部血流障害なんですよね。血流がやっぱり理由として原因になってるので、まあ今となってはね、あの当たり前なんですけど。まあ、30分で治っちゃったという。お父さんも声に出ちゃいましたから。そうですね、であれですよね、であのほらね、昨日ちょうど池田さんともねその話してて、その肩がね、あの五十肩になるメカニズムっていうのがあるんですよ、あるんですよ。調べたんですよ、自分なったからね、なんで五十肩になったんだろうと思って、そしたらね、寝相なんですよ、寝方なんですけど、あの人って知らない無意識にあの体動かしてるじゃないですか。右向いたり左向いたりゴロゴロしてますよね、まあ、それが正常なんですけど、でその癖として左肩をあの布団、まあ、下に向けて右肩が上に上がってるとしますよね、横向きでね、右肩が上に上がってるとします。そうすると右肩上に上がってると血流が下に落ちるんですよ。その時間帯が長ければ長いほど血流が悪くなるわけですよ、下に落ちちゃってるから、ね、血流がね、うんうん、流れてないわけですよ、はい、だから横向きになってる体勢が左にしろ右にしろ上向いてる方が長いと、うん、
血流障害になって血流がなくなりますから、そこ流れなくなるから、それによって痛みとなって出てきてる、炎症として出てきてるんですよ。なるほど。ということは、うん、わかんないですけど、あのもしかしてですよ、50歳だからうんっていうことじゃなくて、じゃないですね。もう、そうそう、ね、そうだ。それ聞いてね、僕もね、怖いなと思ったのは、うん、僕あの昔野球やってたんですよ。で、まあ、今の写真見るとみんなキャッチャーですかって言われるんですけど、ピッチャーだったんですね。で、うそーでね、3回目、はい、それであのピッチャーってですね、よく先輩とか指導者から自分の利き腕を利き腕の肩をあの下にして寝るなって言われるんですよ。ってことはですよ、今の話だと利き腕は上に上げて寝てるわけだから、血流が悪くなってるってことだから、うん、そうですね、肩のためには良くないってことですよね。本当はそうです ね, ね、やっぱ上から下に落ちますからね、薄くなるんですよね、やっぱ血流がね、だからやっぱ上向いて寝るのが一番いいってことになるんでしょうね、うんうん、まあ、でも何よりお二方前になんですけど、うん、あの水素ボトル吸ってればその全体のバランスが、まあ、まあそうそう、良くなるわけですね。私はだから全然なってないんですよ、ね、50肩もないし、うん、ああ、そっか、そう、だからね、その時は全くもってど素人でしたからね、ただ吸ってみたら治っちゃったから、結果的にこれすごいわっていう話ですよね、うん、まあ単純な話、血流です、やっぱり、うん、洗えますよね、洗えますね。だからね、いろんな今までこう営業という仕事をしてきましたけど、まあ、そこにはいつもいろんなものがあの存在してて、A 社 B 社 C 社ってだいたいどこも変わんないんですよ。洗濯機も冷蔵庫もテレビもこんなに極端に変わんないじゃないですか。で競争してるわけですね、うん、だけどこの水素ボトルってこれしかないんで、オンリーワンなんですよ、うん、だからライバルがないっていう意味では本当にすごいなと思ってますね、未だにね、はい、いやいや確かに、まあね、私自身もね、あのその喜びをあの含めてね、一旦ちょっと CM に行きながら後半よろしくお願いします。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。あなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、というわけでね、嘘のような本当のは、今日はね、 WOO イースト、ね、ドクター水素ボトルの、ね、常務をしております池田義弘さんと代表のね北条正弘さんをお迎えしてますけども、まあちょっとね、忘れないうちにこの体験会ね、毎週のように言ってるんですけど、12月もね、もちろん沖縄で行います。そうですね、1日の日にまず最初やりますね。ね、1日の日はね、会場にですね、うん、ライジンファイターが来ます。で、まあ、ラジオにもね出てもらおうと思ってるんですけど、うん、会場にはそんな方が来ますから、色紙を持ってきていただきたいと思います。ねえ、はい、これ12月ね、今日4日ですから、あと5、6ぐらいまでねいますので、ちょっと情報をね嗅ぎつけてとは思ってるんですけれども、はい、ね、引き続きちょっとぜひ皆さんね気にしていただければと思うんですけど、私自身もね、そういえばウソーンっていうので、あんまり意識してなかったんですけど、この間の免許証のね、運転免許の書き換えの時に眼鏡いらなくなっちゃったんですよ、実は。これね、えって視力が回復するというのは僕の中でもちょっとよく分からなかった、理論的にも。はい、というので僕ももう2年近くやっぱり暇さえあればじゃないですけど、ドクター水素ボトルにね、水素吸引を行ってたら視力良くなっちゃったんですね。ね、池田常務、池田さんはなんかちょっと目のご病気が
並々ならぬことがあったと。そうなんですよね、まあちょっと驚いたんですけど当時、まあ、ちょうどあの4年半ぐらい前になるんですけど、あの網膜剥離になってしまいまして、まあ、目の中 の、 あの映像が映るスクリーンのところですね、の剥離、要は網膜がめくれてしまったっていう病気なんですけど、まあ、これによってあの失明するかもしれないっていうすごく怖い病気だったんですけど、右目だけですね。はい、それでもね。そうなんですよ、まあ、今はね本当にかなりあの回復してるんですけど、当時はやっぱりあの、まあ、当然ですけど初めてのことで、あの仕事中にですね、デスクに、まあ、いたわけですけど、急に目の前がですね、墨汁が上から垂れてきたような映像が目に映ったんですよ。目の前に黒い墨汁がダラダラダラって流れてくるんですね。で痛みも何もないんですよ。で予兆も何もないんです。いきなり垂れてきたんですよ、黒い墨汁が視界に。なんだこれと思って気持ち悪かったんだけど、だん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 消えて薄くなっちゃったので、あ、なんかたまたまなんかだったのかなのレベルでちょっと一日置いちゃったんですよね。でもちょっとやっぱりいろいろ前から聞いてるとね怖いので、まあ一応念のためちょっと眼科に行っとこうかなと思って、まあ、当時あの東京駅の八重洲口の方に眼科があったので、そこに電話をして行かせてもらったんですね。そしたらですね、先生に見てもらったら驚いてですね、これはすぐ大学病院行きなさいって言われて、もう速攻あの手術した方がないと 目が本当に見えなくなっちゃうよって言われたんですよ。で脅されて、これはやばいってことで、その場で東京大学病院紹介していただいて、東京大学病院の方に診察を受けて、で即入院だったんですね。で手術に至ったんです。はい、で実はこれまあいろいろ調べてみると、よくあの飛蚊症っていうのがあるんですけど、よくこう視界の中に 糸くずが見えたりとか、黒い点がこう視界に入ってきたりとかいう方も多分中にいらっしゃると思うんですね。はい、その飛蚊症を持ってる方は、網膜剥離の病気になりやすいんですらしいんですよ。だからお勧めしたいのは、健康診断を定期的に見ると同時にですね、眼球の目もちゃんと見てもらった方がいいってことがよく分かりました。早いうちに分かればですね、大きな手術をしなくても視力を先生の目の前で目を見ていただきながら、レーザーで簡単に治すことができるんですね。で知らないとどん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 進んでいって、剥離が進んでいって大変なことになるので、早いうちに健康診断と同じように見てもらえれば、慌てずに済むっていうことですね。だからもし飛蚊症が出てるんであれば、ぜひあの定期的に眼科に行かれた方がいいと思います。なるほど、はい、大変なご経験の池田さん、でもそんな中でもあれですか、あの目のご病気の最中っていうのも水素を気にして。いやもう当然ですけども、うん、あの水素の良さも当然分かってましたから、はい、当然病院に持ち込んで、はい、あの水素は吸ってました、うん、はい、でまああの明らかに、あ、水素の効果が出てるんだろうなと思うのは、実はあのその網膜剥離、一般の方に比べたら私すごくあの重症度高くて、あの目の中手術をするのは2時間ぐらいって言われてたんですけど、私3時間以上かかってるんですよ。でそれはなぜかというと、その網膜剥離の剥がれたそのスクリーンの剥離を、縫い付けるんですけど、レーザーで縫い付けるんですね。レーザーで焼いて、実はそれ大体普通の方は30発ぐらいでピシン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 レーザー打って直すんですけど、目の中に棒を入れてですね、でそれ私の場合980発打ってるんですよ。これだけ大掛かりの手術だったんですね。だから退院するのもまあ10日間ぐらいで退院したんですけど、その時に先生に言われたのは、ちゃんと回復するまでには、約3年ぐらいかかりますよって言われたんです。はい、だったんですけど、まあ、水素ガンガンに吸ってましたから、おかげであの1年足らずでですね、
あの通常通り仕事にも復帰ができて、それまでは本当家の中で歩くこともできないんですよ。術後はもうね、あの宙に浮いてる感じなんです、体が。で横の平行の線が平行に見えないんですよ。あ、右片目だけ、右だけが、ね、はい、あ、うんうん、なのでジグザグに見えるんですね、棒が。そんな状態だから、うん、歩くの怖いんですよ。そんなことがずっと続いてて、まあおかげで視力はね、あの手術する前はもう真っ暗でしたから、全く右は見えなかったんですよ、はい、もう綺麗な真っ黒だったので見えなかったんですけど、まあ剥離されてますからね、うん、で手術後は明かりがもう入って見えるようになってるんだけども、見えてるものがもうごちゃごちゃなんですよ。まあ、それで1年以上、あ、1年約弱でかかって、なかなか本来の業務に入れなかったんですけども、まあでもそれで定期的な検診で病院行った時にはやっぱり驚かれてましたね、先生もね。3年ぐらいは覚悟してくれって言われたんですけど、1年でもほぼもう動ける状態だったので、まあそこはかなり驚いてました。今はこうつけてらっしゃる眼鏡は特殊な、あ、全然普通の眼鏡で、あの、まあ、若干ね、あの度数をあの変えたりとか、まああのまあ、乱視とかですね、多少入っちゃってるので、うん、その辺の眼鏡の普通の眼鏡です、うん、眼科であの眼鏡屋さんですぐに作れる眼鏡ですので、特別なものじゃないですね、はい、いや、うっそーん4回目これね、前あのね代表本庄さんおっしゃってた、あのやっぱりこう鼻のねところから目が近いと、耳が近いと、うん、やっぱりそのなんていうか濃度の濃い水素の吸引によってかなり助けますかね。そうですね、うん、で特に目は脳ですからね、脳の一部ですから、お目っていうのは。だからまあそういう意味ではあの脳の血流が良くなってると言ってもいいぐらいなんですけれども、うん、それが原因でね、目は特に私なんかは乱視とか老眼なくなっちゃいましたからね。だからやっぱりあの血流がいいっていうのは全部につながっていくんですよね。あの目のほら何ですか、血管ね赤くなったりありますけど、うん、本当にそれこそ目に見えない隅々まで の, あの血管に行き渡る、あの血液が行き渡ることによって視力ね、網膜剥離までも、そうですね、目の筋肉もね元気になるんで、僕ね夕方になるといつもこうやってにらみつけるようにして文字見てたんですけど、それをしなくてよくなりましたね。パッて見たらパッて見えるっていうそんな感じだから乱視が、そうですね、だからまあそういう意味で言うと本当まあ仕事としてね当然捉えてやってるわけですけど、自分自身のためにもこの水素でやってよかったと思ってます。本当に、ね、本当の話で本当にね、嘘、5回目、いや今日本当にね出会ってよかった、うんうん、こうしてねあの集まれたっていうこともそうなんですけど、皆さんにはねぜひこうね体験、まずは何にも持ってこなくていいです、もう体一つね、あのガスを吸う、ガスじゃないです、全然感じないですね、血流を見てね楽しみながらこんな話ができたらなっていう風に思っています。というわけでね、今週も嘘のような本当の話をお届けしましたがね、ダウリオイストドクター水素ボトルの代表北条さんとね、常務の池田義弘さんをお迎えしたんですが、いや、 やっぱり知ってほしいですよね、うん、そうですねぜひ体験してください。自分たちで体験して、そしたら多分ね大概ね誰かに話したくなるんですよ。こんなにさっきねお嬢さんが目つきって言ってましたけど、うん、なんかね僕ぶっちゃけますね、あの心までねなんか落ち着きっていうか、うん、あのなんか穏やかになります、ね、そうですよね、そういうおっしゃる方多いです。ね、はい、このね何とも言えない穏やかになる安心感もあるね、ドクター水素ボトル、またね来週もちょっと体験含めてお届けしたいと思います。はい、それまでみんな元気でいてください。今週も池田さん北条さんありがとうございました。ありがとうございました。